はいどうも、えー、本日は早稲田大学の特典会議はねちょっと僕も知りたい情報だったしみんなもめっちゃ気になってると思うだから、えー、作ってみました。えー、でこれは前回と大体かぶってるところが多いので最初こう見てください。まあ、まあ、なぜこういう動画を作けるかというと、えー、やっぱ僕ね結構編成33から始まって、えー、早稲田大学1浪目ではここまで0.7点足らず補欠後。 合格までで行ったんですけどだから、えー、もうこういう結果でもここまでいけるんだよっていうのをみんなに自信持ってもらいたくて、えー、まず見てもらいたいなと思いましたで0.7点足らないこういう動画見て、えー、君たちはその奮い、えー、立たせて自分を奮い立たせて0.7点くらいもぎ取ってくださいで合格しましょう今年、えー、じゃあやっていきましょうえー、っとね僕今日やっていくことをこう書きましたまず、えー、12月に最後の模試が全国模試やったんでそれと 最最最初初のののここれをととと後いうことで比較します。で、その結果から、えー、センター試験がどうだったのかで早稲田大学はどうだったのかこれを一郎と二郎に分けてやっていきますまあ、えー、それで最初に早稲田大学ですね成績標準化とか得点調整って言われますけどこれはな何って結構気になりますよねでもこれ最終的に結論は謎なんですよ本当にいろいろ言われてるんですけど結局全てデマですあのなんか正しそうに見えても結局当てはんまらないのもあるんで もうね結局全ては分かりません謎に包まれてますでもえ僕の経験談から言っても多分その他のサイトとか見てもそうですけど平均点あたりの点数だと死にますこれマジで後で見せます <laughs> でだからじゃあ何点取ればいいんだ一体じゃあどうすればいいんだっていうと素点で7割5分を取ろうこれを目指していきましょう,そうよく言う7割5合格ラインっていうのは得点調整後の、えー、話であって素点が 7, 7割だと得点調整で7割を下回って不合格になるんですよで そう、あの、7割でも、えー、受かんないです。あのー、政治経済学部とか 7, 7割以上ですね。だからやっぱね、素点はね、7割5分をね、取ってほしいです。こんくらい必要え、そういう気持ちで勉強しましょう。えそれでは早速、えー、入っていきたいと思います。これはまず1度目の結果ですね。まあの、ね、これは前回の動画でも紹介してるんで、パパッパッといきますよ。まあ、最初が、一番最初の、本当に僕は本当にね、勉強始めたての頃がこんな感じです。もう返済33とかで、えー <laughs> そう全国でビリから500位くらいだったんですよ、うんで。それが5月。で7月。あ7ヶ月経った12月が今回です。えー、偏差値が46位伸びました。13伸びました。で、点数も2倍くらいになっています。で、まあ、こんな感じです。まあ、でも、だいぶ低いですよね。多分、みんなより全然低いと思います。だから、ここからでも、でもね、あの、早稲田大学補欠合格まで行く。えそういうのも、えー、知ってもらえれば、なんか自信になると思います。 だから、えー、みんなにやられって7点くらいも,もぎ取ってほしい。そう自分がどうしたらあの時て7点取れたのかなってねそういう気持ちで作ってますので、うん、みんなはね僕の二の前にはならないでください。でこっから、えー、僕は演習いっぱいやり始めて、えー、センター試験ではこういう点数になりました。これ1度目ですね。世界史は100点までいきました。まあでもこれはね全国模試だから比較対象がちょっと合ってるかは分かんないんですけど今回の偏差値でも100点まで伸びます。で国語と英語に関してはまあ、えー まあなんか力通りな感じがします。リスニングとか低いですけど。まあこれが僕の一度目のそのセンター試験です。で、次に、えー、早稲田瀬大学。これですね。そう、さっき、せ、あの、疎点が、えー、平均点あたりと死ぬって言ったのがスポーツ学に見られるんですよ。<laughs> 素点52点、平均点53点くらい。なんと、直点調整後で、まあ18点くらい下がっちゃうんですよ。<laughs> 34点になってるんですよ。だから、あんね 7割5を目指してほしいって言ったんだけど、本当に平均点がそなんか結構高め。これ7割以上ですよね。設定されてるのは本当にいっぱい、なんか点数めっちゃ取らないと、多分、得点調整で死にます。本当に。だから、そういうね、平均点高めの科目があったら、まあ、それは頑張って勉強しよう。そういう気持ちの方がいいと思います。うん。で、これが、えー、スポーツ学部の、これセンター用でこっちが普通の一般の方ですね。うん。そうそうそう。で、文化構想。うん。 こんな感じで、えー、まあ、特、まあ、にうことい文化構想とかの文補充難しいですよね、ほんと難しいと思う。で、文学部。文学部も平均点を下回ったんですよ、えー、国語の祖点が。その結果、なんと、<laughs> 得点後の、得点調整後のね、得点10点になってます、僕。75点分の10点ですよ。<laughs> で、合計点が77点、まさかの。合計最低点からもうね、60点くらい下回ってるんですよ。すごい、やばい結果。うん、だから本当に、 平均点は下回らないようにしよう。それですね。で、教育学部。うん。そう。まあ、世界史とかは7割くらい。あとれまあ、でもそれは平均点高いんで、得点調整でめっちゃ引かれちゃうんですよ。うん。うん。まあ、世界史は7割、国語6割。うん。あ、からせ英語か。英語6割。うん、国語ちょっと苦手だったんですね。うん。小学部。うん。小学部の世界史結構難しいと思います。 こんな感じ社会科学部社会科学部はね点,点は取りやすいですなんか結構ん問題が解きやすいまあ結構難しいんですけどまあ2路目も1路目も落ちるんですけどまあちょっと惜しかったうん英語がねちょっともうちょっと言いたいな国語簡単ですよ世界史は難しいけどなんかここ最近点が取れるようななんか問題になってるうん平均点高いね人間学部これですよ僕の悪夢 世界史さ、あの問題最後変えちゃったんですよ。なんか赤、ウカ迷ったみたいな感じであって、最初アニマルつけたけど、最後ウニしたんです。そしたら、結局アがまあア、あ丸だったんで、その問題間違えちゃったみたいな。うん。それ、合ってればね、受かってましたから。うん。そう。まあそういう経験みんなにもありますよね。英語はね、マジであの前置問題難しいですよ。ほんとマジであれ難しいから。本当にやべえ。<laughs> わかんねえ。うん。なんか国語と世界史で稼ぐ。英語はね、まあ、最低限の点数でしのぎきるみたいな。 そんなな感じの戦いい方かなと思いま,すまあこれがざっと1路目のことを紹介しましたじゃあ2路目紹介していきたいと思います、まあ、2路目はですね僕はえー、まあもう早稲田大学に補欠合格するくらいの力から始まっていったんで結構高かったですあそうですねえー、この僕の2路目の5月この点数こんな感じなんですけど偏差値もこれは、えー、どう捉えたらいいかというと だいたい早稲田大学に1度目の時に受けた時2月ですねえー。その時の学力がこんくらいであった。そういうね。認識が正しいと思います。うん、僕ね。早稲田大学補欠後、あの合格あ、えー、受験終わってからね。1度目あの全然勉強してなかったんです。で、4月から入学したから、すんなりまた1ヶ月やってまあ、ようやく。なんかそのブランクを取り戻してきたくらい。の時があったんでそう。早稲田大学にごあの受けた当時の学力、こんなもんだったっていう気持ちで見てください。 うんだからその時はこんな感じですねうん見れば分かりますでまあ3教科の閉鎖者63くらいの人だったうんそんくらいがやっぱ早稲田大学に補欠合格するかしないかそんくらいの力な,となんだと思います12月は今回ですねまあ、えー、見ると、まあ、ちょっとであるか伸びているうん 国語は大きく伸びてるように思えるんですけど国語はさいあの次にお話しますけどこれ面白い話があるんですよ。国語はあの僕は水門だと思っています。あの本当にマジで国語当てになんで、ね、これマジであの本当に。えー、そう。じゃあそれは何なんだというとまあんくらいからまたあれですよ。演習僕12月から演習入っていくんでこっからまた実力が伸びてますよ。うん。でその加味してみていきましょう。センター試験が本当に面白いの。うん。見て。 何が面白いって、これでしょ <laughs> 国語57点よ <laughs> 現。現代文。これやべえんだよ。あの、なあのね、一度目と比較すればわかるんですけど、ちょっと待ってくださいね。一度目が、えー、現代版72点なんです。僕ね、別に国語得意だったわけじゃないんで、まあ本当にこんなんですけど、これはやばすぎる。で、一番やばい話言うと、あの僕、僕の高校って、 受けなきゃいけかあのセンター試験ねどんな人でも受けなきゃいけなかったんですよなんか高校の方針としてだから勉強の知識ゼロの状態の僕はあのセンター試験受けましたうんでその時にまあこういうの残ってないですっと言ってないからってかこういうのなんか申し込んでないからで自己採点的に68点くらいやったんですよあの勉強知識ゼロで高校でねそれで68点だったのにもはやまあ1度目もあんま変わんない2度目なんて落ちたからね <laughs> 何これだからね僕はねここを信じてません本当に めっちゃ勉強したのに、うん、しかももう一個面白い話があって僕はあのセンター利用で明治学院とえ立教と法政とあと早稲田のスポカーの競技歴で出したんですけど明治と明治学院と、えー、立教と法政は、えー、現代文しか使わないセンター利用の入試だったんでもう100分の57点でで出したわけですよだからあ明治学院落ちましたセンター利用で法政も落ちましたセンター利用。うん でなのになぜか知んないけど立教は <laughs> センター利用も受かりました <laughs> 面白いよねんだろうね偏差値なんて当てなんないですよね学校のランクみたいなでしかもあ早稲田役の競技歴はまあ競技歴っていうのがあるんでまあ一概には言えないんですけどそれも受かってますまあそれまあでもそれは競技歴のあれが大きいのかな競技歴ってねどういう基準で最低算定したのか分かんないからうんまあこれでもね <laughs>、うん、こんな感じでした <laughs> 面白いでしょ面白くない <laughs> めっちゃ笑っちゃってよ俺、僕ね。その当時合格の連絡来たとき、うん。合否の連絡聞いたときか。で、2浪目の早稲田大学の結果はどうだったかっていうと、まあ、勝ってるのかは分かんないんで、まあこんな感じです。かってるの。うん、で、文学構想。文学構想ね。うん。まず、平均点、これ近いけど死んでない。だからそれも一概には言えない。めっちゃ死んでると思ったけど、死んでなかった。うん。 文文学部文学部部一両目から比べるとめっちゃ進化してますよねもうこれねあれだったんですよあの補欠合格でまあ補欠合格が繰り上がらなかったんですけど補欠合格でしたうんで見ると英語8割英語8割直特典調整後これね英語8割はちょっと今度使っていきますわわせたら英語8割取る秘訣みたいなね <laughs> 国語ここ平均点だけどまあ死んだけどそんな死んではない、うん、だからそれも一概には言えないだけど、まあ、死んでるっちゃ死んでるけど世界一ね世界一苦しかったうん こ法学部はまあ国語はちょっともうちょっと頑張れ,ればよかったくらいあとはまあ世界史簡単なので世界史もっと取れればよかったでも平均点が挑戦、えー、語なんでほな本当はめっちゃ取れてんのかもしんない、うん、でも世界史と国語であともうちょっとできればまあいけたかなって感じ 小学部僕小学部とあと教育学部の話で面白い話なんですけど僕センター利用のその競技歴でスポカに向かってそれが第一志望だったんでそこでもう受験終わったんですよ僕の受験だけどあのまあこうやっていっぱい受けたんであの <laughs> 一応ねどんくらいの学力であったか知りたかったんで全部受けましたででもやっぱまあ気持ちも薄れてきてるんで受験に対するあの教育学部と小学部の時あの英語1ゲ目なんですけど 寝てました最初の5分くらい5分から10分くらいその結果あの時間足りなくなって全然取れませんでしたで <laughs>、ね、だからもうちょっとこれもね補欠広告やったんですけど寝てなければちょっといけたかなって感じですねうん世界史ね難しいと思います、ね、結構取れてる気がしますけど難しいと思います僕そう小学部は社会科学部これはまあそうっすねまあ惜しかったな、うん、英語結構低かった英語モード取れてると思ったのに国語はまあそうだねあと2点3点くらい惜しかったなって感じ、まあ、人科 で、これ整形。整形ほら、ね、これね7割以上なんだよ。7割だと161点かな。うん。だから、7割5分くらいは絶対必要だと思う。7割じゃ、素点でも足りないから。うん。うん、ここは7割取れてる。世界史、平均で高いね。うん。英語、どんくらいやったんだろうね。実際のところ。うん。まあ、こう、謎に包まれてます。うん。乾杯です。でも18点足りなかったんで。で、これはよかった。わかんない。これもよかったんで、わかんない。ないまあ、こんな感じですね。ざっと説明すると。うん。 早稲田役受かりたかったらね数打ち当たるにかけるしかないですよこれ本当に。うに、ん、数打ってそれの結果3教科上手い側に7割5分くらいを取れてたらラッキーそんな感じなんですよ本当に結構見ても取れてんのと取れてないのがさ極端にあるから分かんないんですよ本当に早稲田受かりたかったらいっぱい受けた方がいいですねこれはまあお金はかっちゃうけどまあ親と相談してうんそれで7割5分くらいを取れた3教科それを揃えられた えー、学部があれればそ合格するだからそういうねある意味最後はバクなか賭けになりますうんだからさい今はまあ7五分くらい取ろうっていう気持ちで、えー、勉強して頑張っていきましょう、うんえー、そうですね今日はみんなに、えー、あんな点数1度目のあんな点数でも、えー、補欠合格くらいまでいくだからみんなは、えー、今の自分に自信を持って点僕の0.7点をもぎ取るくらい、えー、勉強に励んでほしい、うん、そういうね、えー、まずそういう。 気持ちで動画を作りました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。